こちら御地院というお寺です。稲荷神社が結構いくつかあって、昔私ここでサッカーとか野球してました。実家ですから。でここにはね、まあうちの代々のお墓が実はあるし、そんな小ネタはどうでもいいって言われるかもしれないですけど、でこの弁財天が私は好きでよくお参りをしてました。思えばなんか弁財天が好きなのは、まあここでずっとお参りしてたからかなと思うんですけどね。弁財天様ですね。はい、でこの後ろに弁財天様が出てきたかなんじゃないかなと思われる祠があります。前より結構立派になっちゃいましたね。まあ地震の後ね、いろいろちょっとね、あの変えたりしたりしてるんで、そうかもしれないですけどね。お寺にはよく、あの稲荷神社があるんですけど、まあ、よかったら弁財天とか稲荷神社もね、いろいろあるので来てみてください。はい、ここから御神様スタートです。